いや本当にあの、仕事もお金も何もなかったんですよ、僕は。はい。あなので、まあそういう時にね、こう、励ましてくださったんですよ。お前大丈夫だよと。アーツビジョンですか。アーツビジョン時代です。<laughs> ええ、ね。<laughs> とか、<laughs> まああの、実際に本当、ご飯ごちそうになったりとか、うん、着なくなった衣装を譲っていただいたりとか、はいはい、まあその、ね、お言葉とか施しがなければ、はい、今僕はここにいなかったんじゃないかと。 なるほど。思うわけですよ。なるほど、なるほど。だからもう、体重何キロ増えましたか当時。体重計なんて持ってなかったんで。体重計買うぐらいだったら、食物買います。そうですよね。僕、だって、食べられる野草って本買いましたから。相当じゃないですかそうですよ。え、野草を求めにじゃあ、歩いたりしたんですかおいおい。だって、実際に野草を食べたんですか食べました。 ででも1回でなんかやめましたこれ <laughs> そうだって本を買う時はさい、はい、本を買うお金は1回500いくらで済むけども、ねうん、もしこれで野草を食べ続けられたらどんだけ浮くんだっていう発想でしたけど、ね、いざ食べるとちょっと怖かったっていう <laughs> それでお腹壊して病院行ったらもっとお金かかるんじゃないか。とないですしね、うん <laughs> <laughs> 誰かが踏んだかもしれない。そう、まあまあまあね、<laughs> もちろん食べられる野草ですから平気なわけですけども、ね、まあまあいろいろ助けていただいた皆さんが先輩、ヒーローということでございます。<笑><笑>すごい、全然違うな、一人によって <laughs>。<laughs>